ナイス、こんにちは。本日はこのハマスジョーを使ってランクに潜っていこうと思うんですけど、まあ持ち物がシンプルに命の玉で、正確意地っ張りで、もう攻撃ガンブリで、もう元々素早さ種族値が134からあるんで、もうエースぶっぱでいこうと思います。覚えてる技が噛み砕くアクアジェットインファイとアクアブレイクってなってるんですけど、まあちょっとこの子を覚えれる技がレパートリーが少ないんで、まあ先制技で打てるアクアジェットと、まあ噛み砕くインファイト、まあそうですね、ナットレイあたりに強く出せれるようにインファイトだったりだとか、バトレックスはちょっときついけど、まあそうやな、エスパー、まあいいでしょう。 噛み砕くはワンチャンひるんだりもできるから、ひるませれることができる無限の勝ち筋を持ってるから。さあ、行くぞ。はい、マッチングしました。クロちゃんさん、対戦よろしくお願いします。ということで、エーフィー、こう珍しい、エーフィー、ロトム、ゴリランダー、ヌオー、ウーラオス、ザシアン。これどうなんだろうな。お、ハマス城先制でもいいと思うと。ただゴリラだった時がすごいめんどくさい。わあ、でもなんか初手ゴリラだ、飛んできそうだな。初手ゴリラ全然飛んでくると思う、これ。お、でもこれハマス城は結構刺さってるから、これちょっと俺ガブから入って、ちょっとゴリラに対しての打点がうちのパーティーあんまないよね。それがちょっと不安だけど、まあ、ヌオーが来た時にゴリラがいないと突破できないから、ガブゴリラかます上で行こうかな。ちょっとザシアンも持っていきたいんだけどね。ちょっとヌオーが来たら積んじゃうから。さあ、やっぱゴリランダーから入ってくる。ほんとよかったな、これ。カマスジョーとかだったら終わってたぞ。マジで。グラス、打ってくるならグラススライダーだね。まあ、いくら俺が延期場覚えてても、ちょっとゴリラは硬いから。まあ、これは、そうだな。多分、延期場とか読めないと思うぞ。まあここちょっと一回殴ってみるか、延期場で。ちょっと様子苦手な。引っ込めるね。お、ザシアンはいいよ。ザシアン来てくれる。全然いいよ。あ、よいしょ。いや、半分いたんか。一回これ変えるか。一回変えます。一回変えるわ。これはちょっとごめん、受けつつ、いやでも受けれないか。いや、自信でよかったな。上耐えろ、無理か。今一つ、ナイス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 。この耐えるのがでかいんよ。いや、まあ電光石火が飛んできそうだけど、電光石火が飛んでくるかな。電光石火飛んでくるか。普通に考えて電光石火だよね。ここをガブに戻すわ。カマス城、これで殺す必要がないもん。だって電光石火で死ぬんだもん。ここで電光石火を撃ってこない意味が分かんないから。引っ込めた。ゴリランダーに引いてくる。ほう、ここさ、地震、いや、延期場だな。延期場ど安定だ。変に地震、下手に地震打ってゴリラで突っ張られてきた時がクソほどめんどくせえから、やっぱ延期場だ、ここ。
あ、やっぱ突っ張ってきた。オッケー。そんな気がしたんだよ。いや、硬いね、このポケモン、ほんと。硬すぎよ。ほぼになるな。まあ、でも、俺もグラスフィールドのおかげで。いやー、強すぎ。俺もちょっとこれはゴリラで。コダハチだよね。受けましょう、これは。意外と食らうね。ここを変に畑落とすしちゃうと、マジであかんから。ザッシアンで積んじゃうから。ここは、一回ザッシアンも見てるから、いや、バカ力かな？バカ力かな？あ、バカ力薄は。自信でもいいんだけど、突っ張ってきた時すげえめんどくさいから、ちょっとバカ力薄は。まあ、引っ込めるよね。ヌオーか。うわ、グラススライダーでもよかったな。うわ、ヌオー交換読みグラススライダーでもよかったわ。さすがの硬さやな。いや、俺がこだわりハチマキってのがこれバレてんのかな。どうなんやろ。微妙だよね。ちょっとごめん、これカマス城に一回変えるわ。あくびかな。ああ、あくびだったら、じゃあこれ俺突っ張るよ。うん、あくびだったら俺突っ張るよ。これえ、ヌオー貯水とかある？ヌオー貯水かな。いや、貯水だったらクソだるいな。いや、貯水だったらマジでめんどくさいけど、あ、俺ちょっとここ突っ張るわ。いや、硬い。まあ、これアクアブレイクでもなんかキリ耐えられてそうだから、うん、殴って退場が一番良かったな。で、じゃあゴリラからグラススライダー打ちますってなったら、多分ゴリラが飛んでくるんだよね。もうこれさ、ノータイム自信じゃね。俺ちょっと自信打つわ、ここ。自信で落として、まあ、ゴリラから多分入ってくるんだろうけど、その時に、うちのゴリラでなんとか受けて、いや、もったいないぞ、その球場。今じゃねえ。取っておけ。あ、ゴリラから入ってくるのかな。ね、交換読みとかしてくるかな。いや、交換読みとか、これ釣りに来てるかな。いや、これ俺のことを釣りに来てないか。いや、ここちょっと大事だな。だって普通なら俺が絶対にここでゴリラに変えることは、もう相手は見え見えなはずなんだよ。で、そこを読まれてザシアンとかに出されたらもう無理だから、ちょ、乱数で耐えそうなんだよね。グラススライダー、ちょっと一回様子見するわ。突っ張って、突っ張ってきた。終わり。いやー、開幕ザシアンバックがさ、
ちゃんと読めとったら地震から撃てるんよな。そうだよな、逆鱗とかを警戒してガシアン出すよな、そりゃ。ありがとうございました。いやそうだよな、ザシアンバック普通するよな。ちょっと激鱗とか警戒してそこを読み切らんかった俺がダメだった。さあマッチしました。サンさん対戦よろしくお願いします。ブラッキー、クロバトレックス、ヒヒダルマ、ゴリラ、ウーラオス、俺の大嫌いな生拳、ほんと生拳だけはさ苦手なんですわ。これもなんか初手ゴリラとか飛んできそうだな。ちょっとバトレックスがいるから今回ブラッキーは連れていきたい。でもね言ってた、あの迷った時は、あの初手迷った時はとりあえずザシアン出しとけばどうにかなるって俺聞いたから、母ちゃん信じるかよろしくお願いします。バトレックスから入ってくる、珍しい。積んでないんやったらさすがに耐えると思うよな。一発は耐えるよ。ちょっと俺ここ殴っていいか。ちょっと殴るわここ。一発は耐えるはず。積んでくる。これね、なんアクアジェット打てねえか。まあタスキだよね。でもこれ悪巧み積んでるからここで攻撃してこない理由がねえから、ここはちょっとだいぶ仕事したから。ザシまあ殴ってくるよね。どのくらい入る。うわ強すぎんか。でもこれ食べ残しで乱数大するよね。いや耐えるんじゃない、ギリ2ぐらい。いやブラッキーの役目はこの馬を倒すこと。そういう感じ。いやでもこれ物理だよね。オッケー危ねえおい、リアル奇跡のタスキを発動したぞ。オッケー。やばい、ドレインキスを覚えたさ、馬が本当に多くて。あれ、物理だよね。さすが伝説のポケモンで。いや、でもこの馬を突破したのはめちゃくちゃでかいぞ。ゴリランダー、まあ、グラススライダー打ってくるかな。まあグラススライダーだよねこれ。グラス、あ、受ける感じ、まあ、グラススライダーだよね。まあ雑誌やんかな。こんな目の前で瀕死のポケモンがいるのにグラススライダーを打ってこない理由が分かんないから。
千枚なんだ。まだだったらあくびいけばよかった。まあ、素早さ抜けないぞ俺のこと。ウドハン、ザシアンに対してのもしかして有効打がないのか。ウドハングラススライダー研磨、あと一つなんだ、まあ、グラススライダーだったら耐えるからここ突っ張りますか。いや耐えるでしょ。あ、ダメなんだ。うわ、ちょっと待って、これやべえわ。あ、これやべえわ、これやべえわ。ブラッキー切りだったかな。うわ、こういう時にさ、電光石火をさ、この間忘れさせちゃったからさ、アクアジェットしかねえわ。でも B が上がってるからこれ落ちないよな。うわ、ダメだ。うわ、ダメだ、全然効いてねえ。いやー、だったらあくびだったけどなー。の、よう研磨とか打ってきたなー。いや、捨てる勇気よなー。ありがとうございました。さあ、マッチしました。コウジさん、対戦よろしくお願いします。お、なんかようやくカマスジョーが使えそうな相手だね。まあ、ウィンリー、メタグロス、ザシアン、バンギー、ハピー、マリルリカン、はい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 。これはさ、ちょっとさ、あ、ロトムもいいんだよね。ロトム、カマスジョー、ガブリアスかな。これでいきましょう。なんかウィンリーとか、うん、いや、さすがにウィンリー来ないか。マリルリとかは絶対入ってきそうだな。さあ、よろしくお願いします。100人抜きがウィンリー、100人切りウィンリー来た。オーケー、もう威嚇、こいつ多分物理受けだよね。環境に多い、まあ、ザシアンだったりゴリラを受けきれる、俺物理受けのウィンディーやと思うのに。これさ、素直に俺ハイドロポンプ殴ってみよう。いや、トリックかな。うん、トリックするわ。ここでもザシアンバックしてきたらちょっとめんどくさい。マリルリ、オッケーオッケーオッケー。マリルリの色違いなんかすげえな。こんな色なんだ、真っ黄色やんけ。こだわり、お、食器もらえたのはでかいぞ。うん、ここちょっと鬼火打ちます。あ、食器だから打てないのか。変化技が使えなくなっちゃったか。まあ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 、ボルチェンでいいでしょう。じゃあ、じゃれつくとかかな、打ってくるとしたら。お、突っ張ってきた。マリルイは硬いもんね。ちょっとカマスジョ行ってみるかな。やっぱじゃれつくから。カマスジョーさ、あれなんだよ、めちゃくちゃスピードと攻撃力高いけど受けきれないんだよ。でもこうするしかないからな。これマリルリ切ってくるかな。だとしてもボルチェン安定か。ボルチェン打ちます。
突っ張ってきた SF。 ウィンディーとか飛んできそうだけど、まあ、ウィンディーはもうメガネで縛ってるから、あ、違う違うわ、ごめんごめんごめん、嘘ついた。縛ってるのはマリブリーだった。まあウィンディーからとか、まあウィンディーかで威嚇巻いてって感じか。うん、まあここは戻しますか、素直に。変になんかこの1段階下がって鬼火まで撃たれたらもうどうしようもないから、これちょっとガブリアスを大事にしないといけない。まあ鬼火だよね。ここさ、ハイドロポンプでもいいんだけど、なんか変に読まれてハピナスとか出されてきた時がすごいめんどくさいから、ここあえてボルチェン打ちます。お、引っ込めた。ハピナスとかザシアンか。オッケー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 、いいよ。これは読み勝ちしたな。オッケー、もうこれ地震の確定圏内絶対入ってるかな。もう H 振りしててもこれ落ちる、このボルチェンで。で、僕スカーフなんでザシアンより絶対に速いんだ。 100% 陽気最速のスカーフなんでザシアンよりは絶対速い。まあここ自信いきます。まあこれ威嚇もらうけど殴れるからね。威嚇入っててもこんだけ入るんだ。ここ呼んでくるかな、ロトムバック呼んでくるかな。俺これ突っ張るわ。なんか変になんかもうザシアンバックされてうんぬんかんぬんされてるのがクソほどめんどくさいから、別にこれ落ちるし、ロトムをクッションにすればザシアンを絶対抜けるんだから、うん、やっぱ引っ込めたよね。うん、ここからなんか剣の舞とかされたらすごいめんどくさいから、威嚇が入っても落としていく。これがやっぱうちのガブリアスのポテンシャルよな。伝説主属士720がなんぼのもんじゃいって強すぎる。あれなんかまたさ、カマスジョーの動画なのにガブリアスがすごい活躍してないかどっかで見たぞこの光景。大変ありがとうございました。